七代目、嵐徳三郎12月20日から2000年12月5日は、上方の歌舞伎役者。矢号は、羽村屋。縄文は三つ、立花、開門は九枚笹。本名は、横田一郎。香川県高松市生まれ、会社員の父と潔発師の母との間に生まれる。日本大学芸術学部に在学中、国劇研究会の講演で歌舞伎を演じたことが、 小竹会長の大谷武次郎に認められ、学士俳優の第一号の一人として大谷一公の名で昭和31年4月中座の50年期可燃物で初舞台。会長の名字を芸名にするという破格の待遇だった。この頃までに関西歌舞伎は長楽の一図をたどっていたが、その中にあっても有望な若手俳優として力をつけ、 昭和39年9月の二左衛門歌舞伎公演で、片岡高雄の相方を務めた、女札油地獄の大吉で、大阪府民劇場奨励賞を受賞。その後も13代目、片岡二左衛門、二代目、中村元次郎などの引き立てを受け、東京の舞台にも出演するようになった。昭和46年2月、隅田川足面影、宝海坊の野明姫で七代目。 嵐徳三郎を襲名。徳三郎襲名は、大谷会長の肝入りで、この名跡を預かる嵐寛十郎に、会長自ら話をつけたという。学士俳優ということで理演の中には、その活躍を煙りたがる向きもあり、生涯舞台を共にすることを断り続ける大看板もいた。しかしその一方で、門伐がゆえに歌舞伎に止まることなく様々な試みに、挑戦することができ、 それが彼の現役を一層広げていった。昭和62年の荷川幸を演出による王女メディアの主役は、国内は元より海外公演でも高く評価され、徳三郎生涯の当たり役となった。その他にも、金本中心蔵の医師、本二24校の小指示、伊勢温度恋ネタバのマン、のなどが当たり役と言われた。お山から立ち役、色的。 キャシャ役など幅広い役をこなし、髪型色の濃い芸風が高い評価を受けていた。平成12年3月、山口県長門市のルネッサ長門落とし公園で、恋日客山到来、封印切れの応援を務めていた最中に体調を崩して2日目に休園。その後療養に努めたが、同年12月5日、入院先の病院で休止した。66歳ボー 病気を苦にした飛び降り自殺という報道を地元の新聞がしたため一時大騒ぎになったが実際に徳三郎が屋上から飛び降りたのを目撃した者はいなかった。以後の報道では一転して心不全による病死ということになり後味の悪い最後となってしまった。ありがとうございます。